構でかいな。ほら見えるか。おお、でけえなこいつ。うわでかっ、でかい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 、クソでけえこれ。はい、こんにちは、ケツです。今日はね、台風明けですね。天気は台風一過ですね。今時刻は、朝のちょうど9時くらいです。生き物探ししていきたいと思います。よし、行きます。脱皮の跡だね。うお、いや倒木まで行かないけど、この下になんかいそうだな。これどかしてみるか。重い、かなり重い。カナヘビ、いたいたいた、シマヘビ、今日1匹目。結構でかいな。パイプ逃げられんな、これ。はい、本日1匹目、シマヘビ。結構ね、でかいね。なんかやっぱ入ってるね、体に。いや、綺麗なんだよな、模様が。おお、怒ってる怒ってる。尻尾ね、これ威嚇なんですけどね。うわー、しかし、うわー、綺麗だな。まあ1メーター2、30ってとこっすね。そこまででかくはないかな。いや、一発目シマヘビ。今9時半ぐらいですね。あ、今日はなんか期待できそうだな。うひょー、でっかくはないね。太いんだ。バイビー。
意外とすぐ逃げねえな。ほい。ほい。お、あれはどっちだ？青大将っぽいな。どっちだろう。わかんねえ。やっぱシマヘビはね、青大将と違って茂みエリアだね。まあもうシマヘビはいいんだけどね、ぶっちゃけね。おお、アズマッチだ。アズマッチ発見。ん、おお、さすが雨上がり。でかっ、でけえなこいつ。うお、でかっ、でかい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 、クソでけえこれ。うわ、でかマジこいつ。よく跳ねるな。待てー。いや、よく跳ねるわ。うわ、でっかこいつマジで。でかいよ。いや、バイビー。じゃあ撤収します。最後までご視聴ありがとうございました。いや、見てくださいこれ、ヤモリベビー、かわいい。クソかわいいんだけど。ちっちゃ。ちっちゃ。